今週のテーマは岩手花巻空港の感染拡大防止対策。安心してご利用いただくために、岩手の空の玄関口、岩手花巻空港。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、一時は全路線が運休となりましたが、現在は皆さんに安心してご利用いただけるよう、感染拡大防止対策に取り組みながら運航しています。岩手花巻空港では業界のガイドラインに従いまして、航空会社とも連携してさまざまなコロナ対策を講じています。お客様同士の間隔を取る表示、館内の消毒作業、消毒液の設置、そして機械による常時換気を行っています。従業員はマスクを着用し、体温測定など健康管理も行っておりますので、どうぞ安心してご利用ください。感染拡大防止対策は航空会社各社でも搭乗手続きから機内まで徹底して行われています。感染防止対策への取り組みについてご紹介をしたいと思います。搭乗手続きカウンター並びに出発ゲートにおきましては、飛沫防止パネルの設置、職員はマスク並びにフェイスシールドを装着、そしてお客様の間隔を確保するために足元にはディスタンスシールを設置、手指消毒用のアルコールもご用意しております。保安検査場につきましてもディスタンスシールを設置しております。機内では客室乗務員はマスク手袋を着用し、おしぼりはノンアルコールタイプの使い捨て抗菌おしぼりをご提供しています。また JAL グループで運航するすべてのジェット機は、機内で循環する空気を清潔に保つための高性能空気フィルターを装備しております。岩手花巻空港には早めの予約で割引が受けられるツアー商品や運賃などがあります。感染症対策にご協力いただきながら空の旅をお楽しみください。万国広報室、次回お楽しみに。